チラシも無事に配り終わったし、ご機嫌ね。最初はついていっても役に立てないよって不安そうにしてたくせに。でもいろんなお話が聞けて大満足ね。曲作りをメンバーでローテーションしてるっていう話にはびっくりしたわ。そうね、曲、ダンス、衣装、それらを制作するための時間は間違いなく学校生活を圧迫するわ。他の部活と兼務してる場合はなおさらね。スクーワイローは他の生徒より勉強や学校行事に対する姿勢をシビアに見られがちよ。学校の名前を背負って活動するんだから、自分たちのイメージがそのまま学校のイメージになり得る。だからその点についてスクーワイローたちが敏感になるのは当然と言えるわ。その感覚は間違ってないわよ。人気が高いということはそれだけ多くの人の目に留まっているということだもの。人気はあってなんぼです。ただ人気が上がって有名になればそれだけ周囲から受けるプレッシャーも大きくなる。学校の中からも外からも。怖いお顔、眉間がシワシワよ。おっと、サーリー。確かにスクーワイローは生半可な覚悟じゃできないと思うわ。ずっと続けようと思うならなおさらね。辛いことも悲しいこともあるけど、それを乗り越えてこそ掴める輝きが必ずあるわ。輝きを掴む日を夢見て私たちは毎日必死に頑張ってる。だからそのためにできることは何だってするのよ。さすがね、半分は正解。理事長として学校のために調べてたっていうのも本当よ。けどあなたの言う通り、アクアの小原麻里として動いてたのも本当。アクアをもっと輝かせたいから。